今回はダンベルカールで追い込む上腕二頭筋トレーニング種目を解説していきます。僕は普段行っているトレーニングの解説やボディビルの大会に向けた過程を発信しているので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。第1種目目はシーテッドのダンベルカールです。この種目は上腕二頭筋全体をまんべんなく刺激することを狙っています。メインセットは8回前後できる重量設定で行いました。メインセット1セット目の重量は30キロです。今回のこの種目のテーマとしてはチーティングを使いつつ自分の中の高重量を扱うことです。メインセット2セット目の重量は24キロです。ベンチの角度は80度くらいに設定し、背中を背もたれに当てることで体幹部を安定させるようにしています。今回のこの種目のポイントは前腕を開外させながら上げること、収縮ポジションで負荷を乗せること、ネガティブも意識することです。第2種目目はバーベルのプリチャーカールです。この種目は二頭筋の遠位をメインに狙っています。メインセットは8回前後の重量設定で行いました。メインセットの重量は30キロです。この種目は垂直のシートに肘を当てて行うことで可動域を増やすことができ、前後の反動を使いやすくしています。今回のこの種目のポイントはネガティブを意識しながら下ろすこと、肘を伸ばしきらないこと、手首は固めておくことです。第3種目目はワンハンドのダンベルカールを行いました。この種目は二頭筋全体を狙っています。メインセットは8回前後の重量設定で行いました。メインセットの重量は24キロです。この種目は片腕ずつ行うことで重心を傾けた姿勢でもチーティングを使いやすく、左右のマッスルコントロールも意識しやすい特徴があります。次のセットも重量は24キロです。この種目のポイントは肘を曲げるときに肩は下げること、収縮で負荷を乗せること、片手で体幹部を押さえることです。
第4種目目はマシンのアームカールです。この種目は上腕二頭筋に収縮ポジションで負荷をかけることを狙っています。メインセットは10回から15回前後できる重量設定で行いました。メインセットの重量は27キロです。マシンのアームカールはフリーウェイトよりも常に負荷を抜かずに動作を行える特徴があります。今回のこの種目のポイントは収縮時に顎を引くこと、二頭筋のピークを意識すること、後半はテンポよく行うことです。第5種目目はインクラインダンベルカールを行いました。この種目は上腕二頭筋にストレッチポジションで負荷をかけることを狙っています。メインセットの重量は12キロです。今回は重さにはこだわらずに動作スピードやフォームを重視して行いました。今回のフォームのポイントとしては股関節を屈曲して足を上げておくこと、前腕は少し回内させながら下ろすこと、肘を曲げるときに肩も少し屈曲させることです。第6種目目はトライセプスバーでハンマーカールを行いました。この種目は二頭筋の長頭や腕頭骨筋を狙っています。メインセットは15回から20回できる重量設定で行いました。この種目はトライセプスバーを使用することでグリップを固定でき、安定した動作を行うことができます。この種目のポイントは親指側で強く上げること、肩はなるべく上げないこと、後半はテンポよく行うことです。第7種目目はケーブルカールを行いました。この種目は上腕二頭筋の収縮をメインに狙っています。メインセットは15回から20回できる重量設定で行いました。今回はロープウリーのマシンに座って行うことで下半身で踏ん張れる姿勢を作っています。この種目のポイントはグリップは深く握り込むこと、肘を曲げた時に顎を引くこと、二頭筋の担当の収縮を意識することです。第8種目目はケーブルのリバースカールを行いました。この種目は上腕筋と腕頭骨筋を狙っています。回数は20回前後できる重量設定で行いました。この種目のポイントは親指側で強く上げること、手首はしっかりと固めること、後半はテンポよく行うことです。これで上腕二頭筋トレーニング8種目の解説が以上になります。これからもトレーニングの解説やボディービルの大会に向けた過程を発信していきますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。最後にポージングとダイジェストをご覧ください。
今回は上腕二頭筋のトレーニングを行いましたが、上腕筋や腕頭骨筋などの筋肉もしっかりと鍛えることで完成度が高い腕を作れると考えているので、最近はハンマーカールやリバースカールを取り入れています。最後にダイジェストがありますので、そちらもご覧ください。ご視聴ありがとうございました。